こんにちは。今回はね、プリメーラーでございますけども、えー、海峡と走りを高次元に料理した世界初の新ユニット登場ということで、えー、プリメーラーですね。これはもう型が古くなりましてね、随分経って、もう20、それでも20年くらい経ったか。20年くらい経ったって考えられるんですけど、まあ、えー、なっています。 まあ、ある意味、基本的に言えば、今の車のデザインって、まあ、20年ぐらい、この時代の時からあんまり変わってないということですね。で、まあ、こういうふうになってて、この時はまだちょっとカクカクしてた感じでしたけどね。まあ、これが当時のプリメーダの新車の価格ということですね。で、そして、まあ、これらが、プリメーダのね、 内蔵というかこういう風になっていまして、まあなかなかのプリメーラ1.8という感じでねなって言います。ほんとこれ言うとさ、さっきのアウディの A 六どっちがいいですかそれが私、<laughs> やっぱりこっちの <laughs> プリメーラの方を選んでしまいますよね。アウディ、アウディ,、えー、ウディでね、あんな高い金額出して買うぐらいなら300万近く、400万近くで買うぐらいであれば、 まあ若干200万とかで抑えられるようなプリメイドの方がまだいいわ、こっちの方がいいわっていう感覚は正直ありますよね。で、えー、このプリメイドのものでばこういうふうに、まあ、なっているという形でね。まあ、今この方はあんまりもう見なくなったかもしれないね。もうていうかあんまりほとんど、あんまりていうかもうほとんど見ない。 えー、見ないは見ないな。昔はたくさん走ってたけど、今はもう見なくなったかもな、これ。で、これ1.8の CLI で、まあこういう風になっていると。ほら、アウディとほとんど同じじゃん、みたいなね。あの、アウディに A6 と同じじゃねえか、みたいな、あのー、内装で。これでアウディ A6300 万とかいくらでしょ ?400 万近くでしょそれ考えたら、こっちの方がいいですよっていう感じですね。で、こういう風になっていまして、 で、こういうふうに、えー、内装がこれは黒になるのかな ?2.0 のね。黒、黒バージョンもなかなか、黒バージョンはいいなっていう感じですね。で、こういうふうに、えー、シンクのセラーを目指したパッケージングということで、最善化のセラーを目指したパッケージングということで、エンジンが前にあり、横にトラ、後ろにトランクが入っていると。で、トランクもこういうふうにたくさん詰めるとよ、という形になっていますね。で、こんなふうにね、 徹底した人は契約者の一つの車ということでこういう風になっていましてまあなかなかいいなという感じですね、うん、でこういう風になっててねそう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 、この時代ぐらいからねえー、あれなんですよ燃費を自分でこう燃費をこうドライバーが 測るるることとががでできいいう、ねまあ、機能が、えー、ついてるんですね、まあ、と今ではどの車も軽自動車でもそういうものがついて、まあ、当たり前のような感覚になりましたけども、まあ、当時としては燃費をく、あのー、自分でこう測ることができると調べることができるっていうのは当時としては、えー、最新的なシステムでしたね。 ある意味、こういうような高級車にしか見ついてないような設備だったんです、それがプリメイラにもついてるっていうことは、まあ、やはりプリメイラも、やはり車種的にはそこそこの、まあ、高級車があるということなので、まあ、こういうのが当時ついていたというのは画家的なことではないかなと思いますね。で、他でもエンジン警告だとか、ハンドア警告。 えー、エンジン作動時の診断とか、まあナビはもちろんね、メンテナンスフリーデータとかそういったものが、まああるよということですね。これ結構燃費いいんだね、12.8走りますね。 えー、2.8から 2000cc ぐらいかな。それで12.8って結構いい燃費ではないかなと思います。今の車が逆に多すぎるんですね。今の車がだってリッター24とかリッター 20, 20とか24とか、下手したら30近くでしょ。 今の,今の車が燃費が良すぎるんですよ。だから昔は、えー、これがある意味最善の、最も燃費が良かったと思いますよ。で、こういうふうに、えー、なっていて、えー、ナビととか一体についてるものがあったりとかしていますね。で、こういうふうに、えー、なってると。ここからするし走る楽しさと求める快適設備をパッケージングしたということでね、こういうことを日産は考えて、当時考えられていて作っていたということですね。 昔はそうすると、こうやってキーを入れて、差し込んで、それでドアを開けたんだよね。今みたいにピピピってつってドアが開かなかったの。昔はあの差し込んでドアを開けてたんですよ。こういう材料でしたね。で、安心感を与えるトリプルセーフティーということで、横に追突されたときも、まあ、丈夫なように、まあ、できているというふうになっていて、こういうふうに視野も良くなっていますよ、ということですね。規制の欠点ランプ、これが高いんだよ、これが。 今 LED でしょで、キセノンにとっかえると聞いた話は7万ぐらい取られるって <laughs> えみたいなねえ。ランプ切れたらおっかないじゃねえかみたいな。ランプキれてキセノンにとっかいますって言ったら7万ぐらい取られんのかみたいな。キセノンってのはあのね、あの、ブワーッと当時日産がよく出してたけど、これブワーッとこう明かりがじわーっとこうできるんだけど、明かりの熱がありすぎてこう、熱いぐらいなんですよね。 でこれがあの、日産はほとんどの車じゃないから、こういう時代からこういうのにやって始めたけど、あの高いんですよ、あの武品が、これ一つ切出ると。だから、それなんとかならんのかっていう話だったんですけどね、まあ、当時、日産はこういう高い、高級な武品をこう使ってたんですね。 で、ハロゲンヘッドライトなんかもそうですね。ハロゲンなんですよこれバーってやっぱり広がるようなやつで。で、こっちのがなんか、カセンののがちょっと青白くバーって広がるタイプなんですよね。で、あとはまあ、こういう風になるものでね、なかなかいいなっていう感じ。だ ハロゲンとかそういったものと比べて、まあ LED のがいいよと思いますね。LED のが安く仕上げら安くできるしね。で、それでいて明るさでもそんなほとんど変わんない。むしろ LED のが少し明るいんじゃないかなっていうぐらいのものなので、まあそっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。あとはこういうふうになっていて、あとはこう 1.8CI セレクションとかね。 えー、カタログセレクションじゃありませんよ。CI セレクションですからね。昔カタログセレクションとして知いましたけどね。CI セレクションっていうね、感、え、じ、ー、でございます。で、こういうふうに、えー、1.8の、えー、ものですね。で、えー、こういうふうに1.8か,から選べるということですかね。まあ、非常にスポーティーな、ねえー、デザインではあるかなと思います。 で、えー、当時これライバルだったやって言ったトヨタのカリーナ ED、えー。ホンダで言ったらシビックあたりじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、あのなかなかのいい車だと思いますよ。で、2.0のものも 2000cc タイプのものもあるということなんですね。なかなかこれスポーティーでね。 今思うと当時はちょっと抵抗感がありましたけど、今思うと、うんあのー、今のクレバタを見切りしても全然見切りを、見切りすることなく、むしろ新鮮なデザインで、 これはこれで若者たちに気に入って買ってもらえるんじゃないかというふうに思うような、まあ、デザインですよね。まあ、もっとも今は中古でしか型、えー、が古いなでありませんけども、でもまあ全然この頃の車は今の時代でも随分通用するぐらいのデザイン性じゃないかなと思います。で、色もこういうふうに色々あるんですね。 そこのシルバーとかだよ。これだよ。これが、なんか、あの地味に見えるんだよね。それやめてくんねえかなって話なんだけど、車によっては地,あの地味になるんだからあの、ね、おじいがよくこういう車乗ってるおじいたまに見かけるけど、おじいもっと派手に行きようぜみたいなね、うん。なんかおじいになるとね、おじいおばあになるとね、地味になってくるおじいおばあがいるんだよね。 いやーそのうち見えなくなっちゃうよみたいな話なので、もっとおじい,お,じいおばあはもっとのね、ロックノールするぐらいのね、あの元気さがないといけませんよ。ですから、おじいおばあは地味になってはいけません。おじいおばあは、えー、お年を取ってもですね、年寄りじゃっていうふうにはね、 わからないようにするのがおじいおばあなんですね。ですから、おじいおばあになったら、年寄りというものをなくしましょうというね。若く保ちましょうということです。私はおじいさんになっても地味なじいさんにだけはなりたくないですね。嫌ですね。私はおじいさんになるのも生きられないんだからわかんないけどね。じいさんになってなんか地味だな、みたいな。そういう地味なじいさんは嫌ですから、私は。派手なじいさんになりたいですからね。ですから、こういうふうな感じでね、なっていてね。で、この、 電動のね、えー、コントロール、収納式コントロールとかね。まあこういう風にシートハンプカく <laughs> これよく OG をバーンお車だと、大抵これありますよね。大抵 OG オバーンにやると、どういうわけだかこういうの欲しがるんですよね。これはあのー、これがかっこいいなと思うんだか知らないんですけど、これかえってダサいですよ、こんなのつけてると。 こんなのつけるとね、かえってダサいはっきり言っちゃうけど。あのー、なんか、半、中途半端なんですよね、これ。壁か、カバーかけんだったら全体かぶせないのに、半分だけかぶせるんだからね、えーの。うちの親,親戚の人も昔こういうのつけてましたけどもね、あのー、ほんとこれ出とダサいんですよ。ダサいので、ね、これなしにしてくないかなって思いますね。でも逆に中古でこれがあったりすると、 まあ、おじいおばあが乗ってたっていうのがすぐわかるでしょ。で、同時におじいおばあが乗ってるっていうのは、ちゃんと定期的な、えー、点検だとか、車検なんかも徹底的にその見てる場合があるので、だから、あんまり乗っててすぐ壊れるっていうようなことはないかなというふうに思います。中古で、中古車でこれがついてたら、まずおじいおばあが乗ってた車、同時にこういう車、こういうのがついてたら、えー、まあ、当たりだと。 中古車としては当たりだと思った方がいいかもしれませんね。あのー、大事に長く乗られてきたという証拠でもある意味あるのでね。うん。ただ個人的にはこのカバーは嫌ですけどね。で、まあこういうわけで、まああとはホイールですかね。ホイールなんかもまあこういう風になってね、このテンバータイヤってことで、ね、昔かったってるこのスペアタイヤでしょ。スペアタイヤでこんなのね。 えー、あのー、なんか残念だな、みたいなね。なんも飾り気もない、なんもただタイヤです、みたいな、そんな感じですね。で、あとはこの、あんまりいいホイールがないんだよね、この時のお産さんの、このプリメイナーナに関しては。で、この、唯一言ってたら、このアルミホイールの一番上のやつですね。これはなかなか、これはそれぐらいいいんじゃないかなと思うんですが。 まあ他はちょっとね、こう、地味なホイールっていうかね、それが残念だったなっていうところではありますかなって感じです。まあ以上がこう、日産のね、えー、プリメアのこれ、カタログになりますけど、昔はね、今のカタログはちゃんと車種がこう、映ってるでしょ。ところが、昔のカタログって、こう、パッとビーって何のカタログだかちょっとわか何の車種だかちょっとわかんないんですよね。 ここにプリフェイラーって書いたんじゃないかって言ったって、<laughs> その写真がないとですね、あの何の写真だかちょっとわかんないっていう、そういうところがありましたけども。まあなかなか面白いんではないかなと思いますね。どうもありがとうございました。